はい、渡辺よしです。今回アップリンクをプレイしたいと思います。マップはニュークタウンになります。で、スペシャリストはブラックジャックのギャンブラーで頑張ってみたいと思います。サイドベット1から5までね、ローグで達成したのでね、サイドベット6は最後ということでギャンブラーでね、達成してみたいと思います。あ、まだ今からちょっとやってみようか。今回ね、渡辺麻友1の万能で頑張ってみたいと思います。はい、頑張るぞーい。できたらハードポイントが良かったんだけどな。できたら、サテライトを失った。敵がサテライトを持っている。リーバーシャトラ、敵がサテライトを落としたぞ。よしよしよし、やっぱキルしないとゲージはたまらないんでね。あと1キルやったらゲージたまると思うんで。で、アビリティキネティックアーマーとかヒートウェーブがいいな。できたらブリッジダメ。よしよし、ヒートウェーブがいいよ。1キルやってるでしょ今。ちょっと危ないね。ちょっと早く終わってほしくないんだよな。長引いた方がそれだけチャレンジの達成率も上がるっちゅうもんなんでね。おう、面白いね。でもね、なかなかやりますよこれ。リジャックちょっと使えないんで。おお、キネティックアーマー、オッケーオッケー。な、 RPG がいるのが厄介だなこれ。アシストちょっと困るよ。うん、1キルやったのかこれ。12キル、ヘルストームちょっとやばい。ちょっと味方はちょっとあれだな、ゴール決めすぎやろこれ。もうちょっと遊んでもいいんだけどね。入れねえの。ビジョンパルス。あー、ちょっとビジョンパルスもあんまり得意じゃないんでね、無理かなこれ。やっぱローグの方が達成率全然違うなこれ。ローグの方が良かったな。うん、ギャンブラーちょっと達成率低いなこれ。うん、ね、ゲームモードもハードポイントよりはアップリンクよりはハードポイントの方がいいんだよな。これすぐ終わるんだよこれ。うん、チャレンジあんまり向かないんだよなこれ。でもちょっと、ちょっと
ハードポイントがいいな。ハードポイントの方が全然試合時間も長いんでね、圧勝してない限りね。これすごいあるぞこれ、うん、敵がアップリンクしてないんで、チームデス、ほぼほとんどチームデスマッチばっかりやってるんで、キルも全然できてないんで、ローリングサンダーこれちょっと厄介だよこれ、うん、とってもこれ迷惑なスコアストリークだよこれ、なんかやりにくい試合やなこれ本当。あ、ヒートウェーブ OK だよ。熱波到来 H6D なにゃ、あ、いねえのか。ちょっと無理かもしれないなこれ、ちょっと アシストばっかり入ってるこれ、どうしてだよこれ。なんか楽いだよこれ、うん、よしよし、キリティック、なんかやりにくいな本当。ちょっとキネティックアーマー以外でやってみるか。なんかやりにくいねこれ、最悪だこれ、ちょっと困るぜ、ラグイシュよ、ダメだこれ、これダメだ多分、できない、できないよこれ多分、全然キルしてないし、じゃでもゲージたまるの早いねもねこれね、ずっと芋ってるやつもいるし、味方がちょっと圧勝しすぎてね、だからちょっとアップリンク俺嫌なんだよな、あのチャレンジやってる時は。オーバードライブちょっとあんまり得意じゃないやつばっか、ダメだなこれ、うん、ダメだこれ、HX3 オーダーなの。お、サイドベット達成しました、やったぜ、嬉しいぞ、
よかったぜ。ブラックジャックは前回の時間切れで、勝ちましたよ皆さん、コングラチュレーション。前回のブラックジャックちょっとオフにして、あの試合時間、使用時間なかったんで、また新たにブラックジャック有効にしたばっかりになったんでね、とっても嬉しいです。16対5で勝ちました。今回の成績は34キル30です。ゼロ保持、ゼロ投擲、スコア3770でした。16対5で圧勝しました。プレイヤーの皆さんありがとうございました。ようやくねサイドベッド6も達成して、ブラックジャックの傭兵契約ねコンプリートしてね、全6種類のコリンカードを収集して、全部セットボーナスでアニメーションのコリンカードを手に入れることができました。はい、リオカのノーマルドロップ94個と交換できるこのマッチで獲得3暗号機手に入れました。でサイドベッド、ブラックジャックとブラックジャックで4キロを達成してコーリングカードを獲得する。2種類以上のスペシャリストアビリティウェポンを使用して1回のゲーム中にブラックジャックで4キロを達成してコーリングカードを獲得するでね、6種類目のコーリングカードをゲットしました。暗号機いくつ入ってるのかな、1、2、4つぐらい、多分4個が入ってない、3個に4個ぐらい多分入るんじゃないかなと思うんだけど、あ3個かで、獲得 XP12000 飛んで98ということでね。はい、今回使用したのは渡辺真由1の万能にアタッチメントはグリップ、拡張マガジン、ロングバレル、パークは第6巻早技、ハードワイヤー、ブラスサプレッサー、ワイルドカードはメインガンファイター1、パーク2グリード、スコアストリークは HCXD UAV ケアパッケージ、スペシャリストはブラックジャックでギャンブラーというカスタム出てきました。今回ね、サイドベッド1、前回サイドベッド1から5までは、このローグでこれスペシャリストウェポンをコピーするやつなんだけど、今回サイドベッド6最後のコリンカードということで、ちょっと最後のサイドベッドということでギャンブラーでね解除できて大満足してます。ちょっとこのねレインボートリップ2種類以上のスペシャル、これね、今回アビリティなんでね、とっても大満足してます。この6種類もコンプしたんでね、これねゲットしました。これレインボートリップで最後のグルービーライダーっていうのね変えておきました。今回これ入れてみようか。またやっていくんでね、この傭兵契約のこのコーリングカードのねサイドベッド6まで達成して、そのアニメーションのねコーリングカードのとかの解除したっていうプレイ実況動画やっていくんでね、やっぱ万能強いんでね、今回のハードポイントニュークタウンのねアップリンクかプレイしたんだけど、とっても大満足してますね。ちょっと時間がないんでね、あ時間あるか、そっかそっか。はい、今回はね、マンノー&ブラックジャックのギャンブラーでニュークタウンのアップリンクをプレイしてみました。サイド、ギャンブラーでね、サイドベッド6達成してね、全コーリングカード6種類解除して、アニメーション、グルービーライダーのコーリングカードもね、解除できて大満足します。あとよろしければチャンネル登録の方もぜひともよろしくお願いいたします。はい、ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。